ではお待たせいたしました。今から坂本直子さんにご登場いただいてお話をしていただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ゴールデンウィークの素晴らしいお天気の日にお集まりいただきありがとうございます。今映画パルージャというのをご覧いただいて、いろんな、今の日本に関係するようなこともたくさん出てきたかと思うんですけれども、あの映画の撮影がされた2013年なんですが、その後イラクはじゃあどうなっているのか、現在イラクはどうなっているのか、相変わらず時々イラクのニュース出るんですけれども、日本は基本的に報道って結果しか報道されませんので、なんかこう大きなちょっと大きめの出来事が起きるとボッてこういきなり報道が出てくるので、何がどうなってこうなったのっていうところがいまいちよくわからないと。でそれをこう十何年間積み重ねてきた結果、全く遠い話になってしまってるっていうようなことだと思うんですね。これはイラクに限らずですけれども、基本的には日本は国際ニュースがもう異常なほど少ないので、そのあたりはイラクに限らず日本の外で何が起きているのかというのは、日本がそれと関係なく生きているということは全くありえないのに、それを感じることができないと、そういうような状況にまずあるんだなというふうに常々思っております。で2013年にこれは撮影があったのは、映画にもありました通り日本人のお医者さんに来ていただいたりとか、いろんなことができて、で撮影のクルーが帰った後も私またファルージャとラマディに戻って、医療ミッションをまたやったりということがあったんですね。なかなか2013年というのはイラク戦争以降ずっとイラクに集中してやってきましたけども、開戦10年、イラク戦争開戦が2003年でしたから、10年経って2013年やっとそのファルージャで復興が始まる、そういうような感じを持つことができたっていうのがありました。私の中での復興元年は2013年だったっていうのがあります。で、1月の撮影の後に今度また少しちょっと腰を据えてやろうと思って10月から11月にかけて戻って、でその時にも森岡先生にも来ていただき、森岡先生は集中的にミッションをやってお帰りになられて、で私はまたそこに残って、自分でいろいろ調査をしたり、いろいろしてました。で2013年の11月の、終わり下旬ぐらいまでファルージャとラマディの病院に泊まり込んでそういったことをしてたんですが、最終的にはね、ラマディでもファルージャと同じようにとにかくその毎日毎日先生方がね、なんでこんなに先天性欠損症を持った子供が生まれるんだろうってことはもう何年も何年も私言われ続けてきたので、ファルージャでの事実調査っていうのをやり終え、やったので、ラマディでも今度やりたいと。とにかくその私は医療者ではないけれども、イラク人ではない私がそれを毎朝それを確認して、それを記録にして、それをイラクに治安上の理由で入ってこれない専門家や科学者の人たちにそれを見てもらう、そのきっかけ、あるいは治安がある程度良くなった時に科学者や医療者に来てもらう、そのためのきっかけ作りをしたいということをラマディの先生たちと話をしてたんですね。で、2014年になって、また年が明けたら皆さんとお会いしますと。で、予定では4月ぐらいにまた森岡先生にも来ていただこうかと思ってますということで、11月の終わりでしたが、ちょっと早めですけれども、良いお年をということで、2013年のイラク国内での、ミッションを終えたっていう感じでした。で2014年に入る直前ですよね、私がそのじゃあ皆さん、来年お会いしましょうって言ってもう1ヶ月も経たない1ヶ月ぐらいでいきなり事態が急変したんです。2013年の年末12月28日から事態は急変です。急変で何が始まったかというと、映画の中にも出てきたと思うんですけれども、デモ隊がこうデモの鎮圧ということでバグダッドからこう政府軍がやってきてこう撃っちゃいますよね。であれがですねこう何回かあったんです。あれだけじゃなくてその3ヶ月後の4月にも、デモ参加者が20何人死ぬっていうようなデモ鎮圧が起きたりとかしたんですね。でそれが地上軍
だけではなくて、イラク政府空軍も送ってきたんですよ。で、その2013年12月28日から、まあ、一気に様子が変わってしまったのは、この空軍が出てきたこと。つまり、ヘリコプターがやってきて空爆を始めた。これでもう事態が一気に悪化してしまうんですね。で、この12月28日から2014年の1月正月ぐらいまでの間に、まあ、ほとんどまあ、私の知り合い友人が家を追われる状況になるんですね。で、その2014年の正月は本当に、彼らにとっては本当にしんどい、すさまじい、空爆がもうとにかくすごい、状況 でみんなその年末年始にもう取るものとりあえずで逃げたっていう。で、今2016年になりましたけども、その時からみんな避難民になって今に至るっていう感じなんですね。で、まあ、2014年の1月はそんな感じで、そこからその時海外メディアは、かつて米軍に猛攻撃を受けたファルージャがイスラム国に占拠された、 ISIS に占拠されたっていうのが2014年の1月にバーッと流れたんです。で、日本はどのぐらい報道されてたかちょっとわからないんですが、まあ、海外メディアの方ではそれが結構大きく取り上げられていたんですね。で、そういう状況だったんですが、私はイラクの北部の方に避難民が、まあ、安全地帯のところに逃げてきます。イラクの北部のクルド人自治区というところは、これまた全然そのファルージャやラマディやなんていうんですか、その今、IS 下に置かれているモスルなんかと、モスルなんかも50キロぐらいしかクルド人自治区と離れてないんですけども、治安はね、もう本当に天国と地獄ぐらい違うんですよ。そのぐらいこう差があるんですね。同じ国とは思えないような。で、そのクルド人自治区にものすごい勢いで短期間に何十万というのが、まずファルージャとラマディから逃げてきたんです。2月ぐらいでこのファルージャとラマディだけで40万人というふうに、まあ、UN はカウントしていましたが、40万人の人たちがこのファルージャとラマディの2つの町からバーッ避難民になったんです。で、その人たちの要するに最初の、まあ、緊急支援ということで、このクルド人自治区でその人たちにこう支援物資を配りながら、どういう状況になっているのかと、で、メディアではそういうふうに IS っていう、ISIS っていう言葉がバーッと出てたので、その話をすると、その時、まあ、その100人ぐらいに、まあ、一応こう時間かけてちょっと話を聞いてみたんですけども、その頃はまだ ISIS とか DAESH っていうふうには誰も呼んでなくて、まあ、ジハーディスト、まあ、聖戦する人というような感じで、ああ、もうなんかジハーディストがまあ確かに来てるんだけど、それよりも何よりも、ものすごいの空爆がっていう話だったんですよ。空爆、イラク空軍がっていうことなんです。飛行機、ヘリコプターがっていう話がわーってあったんですね。で、メディアではほとんどその ISIS によって人々が追われてきてるってなってるんだけど、 ISIS ってまあよくわからないんだけれども、いるっていうことでやられてるらしいんだけれども、そんなにその雨あられで空爆されるような数のジハーディストまでいないっていうような状況でしたね、最初のうちは。で、だいぶ様子が違うんだけど、メディアの言うことなんてこの場に及んで信じるのかとか言われて、で、まあそうなのかと。で、まあ大体100人ぐらい話を聞いたときに、まあ大体その空爆はとにかく大変だと。それともう一つ彼らが言ってたのは何かというと、バグダッド州とアンバール州、まあ、日本で言ったら何でしょう、東京と神奈川県とかね、まあ、そういうような県境みたいなところで、その県境ですごい戦闘が起きてると。え、それはダイシなの、ISIS なのっていうふうに言うと、違う違う、デモの要するに自警団がいたじゃないですか、デモを守っている人たち、要するに武力鎮圧で米軍、イラク軍にやられるから、それを守るための自警団を空爆が始まった直後にグワッとでかくしたんですよ。で、自警団をでかくして部族の革命軍というふうに名を変えて拡大して、その要するにデモ隊、反政府側の革命軍と政府軍がこの県境ですごい激しいバトルをしていて、避難民の人たち曰く県境は今近寄れないよと、すごいことになってるから。で、この部族の革命軍はこれまではデモ隊が殺されないようにということだったんだけれども、とにかくこの県境でイラク政府軍がバグダッドの県境を越えてこないように、で、そこでもう全勢力を上げてこう攻め込んでくるのを、まあ、戦ってやってたわけです。で、ところがその背後にはその要するに、まあ、ファルージャとかラマディに町があるんですけれども、その
町の人たちも戦う人たちは、まあ、大体みんなその県境に行って協力しちゃってるわけですよ。そしたら町の中の警察署とかいろんなところがもう警備が手薄になっちゃっててほとんど誰もいないような状況になっちゃった。でそこにシリア内戦で力をつけ戻した一回イラクでもうシュンってなったやつがちっちゃくなったやつがシリアの内戦にまあ加担していくことでメンバーを増やして徐々にこう大きくなりつつあった、まあ、当時 ISIS とか ISIS とか名乗ってた人たちがスルスルっと入ってきてガラ空きになった警察署に旗立てちゃったっていうのがあったんですね。だこれが、まあ、あの当時あのすごくこうメディアを読めば読むほどよくわからないっていうふうになった、状況、まあ、実はそんなような状況があってこれまだ未だに、まあ、尾を引いてる感じです。なのであの ISIS だけにどうしてもその注目が行きがちなんですけれどもあのそういったその実際に起きてることはもうちょっと違うんですよね。でそれからよくイスラム国っていうとイラクシリアで勢力を伸ばしてるみたいな感じで言われるんですけれどもこれ似て非なるものでシリアのイスラム国の要するに背景とそれからイラクのイスラム国の背景これ違うんですよね。で本気でイスラム国を掃討しようと思ったらこれ別々にやらなきゃいけないことなんですよ。でまあなんだけれども結局その後に2014年に、結局そのなんていうんですか、まあ、注目を されると同時にどん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  ISIS は力をつけていってでどうやって力をつけていったかというとイラクの場合はこうです。まあデモ隊に要するに反政府デモ隊の革命軍みたいなそれが県境でわーやってるじゃないですか。で手薄になったところでこう、旗を立てたと。でもその時空ではヘリコプターが市内にテロリストがいると言って空爆を続けるんですよ。でこういった人たちが要するに、まあ多少いるんだけれども多くは何十万人単位で民間人がいるわけですよ。でこれでみんな逃げてくるんだけれどもやっぱり巻き添えが多くって民間人死者がものすごい出たんです。で民間人死者が出て、未亡人がわーって一気に増えますよね。数日間数週間の間にだから孤児が増えますよね。そういった人たちに ISIS は何をしたかというと、手当を出しました。未亡人手当それから、まあ、孤児にはそういったその孤児になった子どもたちの家族に、家族というか、まあ大抵はまあ親どっちかが死んじゃったパターンとかが多いので、手当お見舞い金を出したりした。でそうするとイラク軍に身内を殺されたというふうになっている人たちにとってそばで要するに何て言うんですか、話を聞いてくれてお見舞い金までくれて敵取ってやるとかいうふうに言ってそうやって言ってくるのが ISIS だったっていうことです。だからこういうふうにしてそのシンパを増やしていき、その恨みをイラク政府軍に恨みを募らした人たちなんかを中心にリクルートされていったっていう経緯はありましたね。この時はすごい勢いでその初めのうちはもともとイスラム国って、イラク戦争の時にねそれまでサダム・フセインが独裁政権をやってた時にはイラクが要するにいわゆる国際テロ組織アルカイダとかが入ってこれなかった国なんですよね。なんでかっていうと、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、サダム・フセインは独裁政権で、まあ、典型的に社会主義をやっていて、で憲法も法律も、まあ、いわゆる世俗憲法なんですよ。家族法とかで要するにアルカイダと名乗る人たち国際テロ組織とか、まあ、ISIS なんかもそうですけどもイスラム法を使ったそういった国づくりとか、それからシャリアっていってねイスラム法を作ったそういったまあ規律とかそういうことを言うので全くサダム・フセインと同じイスラム教徒でありながら完全に理念が水と油なんですよ。社会主義のところにイスラム原理主義っていうのは合わないじゃないですか。しかも社会主義の中で、宗教の自由は守られていてでその政教分離が徹底されてましたからサダム政権時代は。だからイスラム教のシーア派とスンニ派が結婚したりキリスト教徒とイスラム教徒が共存して仲良くて学校もそれから家族を作ることも全然問題はなかったわけです。でそういうふうな違いがあってアルカイダとサダム・フセインは相入れない状況にあったから。ところがこの、サダム政権が倒れて初めてアルカイダ系はわーっと入ってこれるようになったんですよね。で、まあ、ちょっとまあ話遡りますけれども
2003年の時にサダム・フセインが倒れて、米軍の空爆でいっぱい死んだ人たちがレジスタンスとなって、まあ、遺族の会ですね、言ってみれば遺族の武装勢力、遺族の武装勢力に近づいていった。要するにその未亡人に手当てあげたようにね、2003年の時も最初はアルカイダ系を近づいていったんです。遺族の人たち、米軍憎いだろうと、俺たちが一緒に戦ってやるよということで、遺族の武装勢力にアルカイダ系が近づいていく。ところがこのアルカイダ系の人たちはあっちこっちで自爆とかいろんなことやるんだけれども、市場でやったりバスターミナルでやったりいろんなところでやるもんだから、米軍よりも圧倒的にイラクの市民が殺されちゃうと。これでますます遺族が増えるじゃないですか。で、遺族は単純にこう思うんですよ。米軍は対テロだって言って空爆してくる、屋根を占拠してそこで狙撃をする、市民ばっかり殺す。で、一瞬あ仲間かなと思っていたあのテレビで有名なアルカイダ系は、米軍を一緒に倒そうと言いながらなんでイラク人ばっかり殺すんだと。どっちも正義だ、民主主義だ、やれ君たちを解放しに来たとか、みんな両方同じことを言う、アルカイダも米軍も。だけど両方とも我々を殺すのはなぜだっていう疑問にぶち当たるんですね。これで遺族からなる武装勢力とアルカイダは一瞬くっつくんだけども、完全に敵対してしまう。これ2003年の後半に、2004年には。で、早くから米軍、遺族のレジスタンス、アルカイダ系とこうなってるんですね。で、このアルカイダ系がそれでも要するにイラク人をどん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 そういう遺族を中心に洗脳をしていくわけですね。で、仲間を増やしていきます。で、イラク、アルカイダとなります。で、イラク人主体になっていきます。で、そのうちに今度イラク聖戦アルカイダとなります。で、この時に日本人を殺していますね。私たちの事件の半年後に高田翔生さんという方が殺されてますが、高田翔生さんの首を、まあ、斬首したのがこのイラク聖戦アルカイダです。で、このイラク聖戦アルカイダは高田さんを、要するに自衛隊撤退の要求を日本政府に出したんだけれども、斬首してそのご遺体をバグダッドの路上に放置するんですが、その時に高田さんのご遺体をアメリカの国旗、星条旗の上に、まあ、くるんで捨ておくということをします。つまり日本人、日本政府に対する要するに要求をした人質として捉えたんだけれども、まあ、アメリカの一部として処刑したということが、この2004年の10月の高田翔生さんの事件の時にすでにやってるわけですね。このイラク聖戦アルカイダがイスラム国です。だから別にその、今になってそのなんか日本が狙われてるらしいよっていうことではなくって、もうこの2004年の10月の時にもすでにそういったことは、まあ、イラク聖戦アルカイダと名乗ってる時期にすでにそれはやっている、もう視野に入ってる。で、まあ、全体的に言ってシリアなんかに行くと、まあ、日本人を狙うあれは少ないとかね、アフガニスタンに行っても日本人をまあ、要するにターゲットの順位としてはそんなに高くはないというふうに言われてきましたが、イラクにおいては、結構、まあ、この2003年のイラク以降、自衛隊派遣で、まあ、武装した日本人というのを直接見たことによって、イラクの中ではちょっと事情が違ってかなりそういったことは起きていたと思います。ただ、まあ、今はそのニュースに取り上げられた大きな事件だと言ってますけれども、例えば、その当時は日本人はニュースになるけれども、日本人と一緒に働いてたイラク人が殺されたりとか誘拐されたりとか脅迫されたりっていうのはニュースにならないですよね、基本的には。だからそういった人たちが、例えばマスコミ、日本のマスコミというのをその通訳してた、カメラマンしてた、助手でやってた、そういった人たちも、まあ少なくとも1回2回は必ずそういう脅迫を受けたりとか、それからまあ当時はとにかく日本人と働いていることは絶対に誰も言わないでくれっていうのもずっと続いてましたね。で、私だけではなくて、もう NGO もそうですし、マスコミ関係もそうですけども、そういった感じでした。で、サマワにも、マスコミの方々結構いらっしゃってましたし、事務所もそこに開いてましたけれども、まあ、ある時私がバグダッドにいると、まあ、ある、まあ、大手のところが全員皆さん一気にバグダッドに引き上げてきたことがあって、どうなさったんですかって聞いたんだけれども、まあ、その時には具体的にはおっしゃいませんでしたけれども、結局、イラク人スタッフだけ置いて、まあ、引き上げてきたのは要するに、まあ、脅迫ですよね。まあ、そういったことが、まあ、あちこちで起きていたということです。で、中にはその残ったイラク人スタッフの中で、まあ、脅迫だけじゃなくて実際に誘拐されてしまって現在も戻ってきてないというようなことで、まあ、殺されてしまったんだろうというふうに思われますが、そういったこともありました。それからその一生懸命そのサマワに来ていた自衛隊さんと、それからサマワ市民を何て言うんですか、架け橋になろうとした
友好協会の協会会長さんのお店が狙われたりとか爆破されたりとかそういったことも起きてました。ただこれがどのぐらい日本で報道されてたかはちょっと定かではありませんけども、されてたのかもしれないし全くされなかったのかちょっと分かりませんが、まあ、そういうこともいろいろまあありますねという感じですね。で、まあ、イスラム国というのはそういったことがあって、イラクの中では2003年以降に名前を変えたりで、イラク人に嫌われて、でその、まあ、幸田さんの事件のあと2005年2006年で一気に弱体化していくんですよ。要するにこの人たちイラク聖戦アルカイドのやったことによってイラク人全体のイメージが悪くなった。これはもうかなり遺族の会のレジスタンスの遺族の会 の、 その武装勢力の人たちからもすごい反感を買ったんですね。全体的なイメージが悪くなった。でどうなったかというと、地元の部族たちがもう米軍に任しておいても、身内が殺されていくだけだということで、まず米軍を、まあ、3ヶ月ぐらいかけて説得するんですね。でまあ、米軍は俺たちがそういう話 を持ちかけて、彼らにやらしたんだみたいな風に、まあ、発表してますけれども、まあ、それは米軍の言い分で、地元の部族長たちは、事の始まりはこうこうこうだったっていう話を、いろんなエピソード聞かせてくれましたが、まあどうでもいいです。3ヶ月かけてとにかく毎日のように米軍の偉いさんと部族長たちが要するに車座になって、で入り口のところに全部両者拳銃から何から全部そこにクロークに預けて丸腰の状態で車座になって、どうするかっていう話をしたと。でこの時にじゃあ米軍は町から、撤退するということになり、米軍は砂漠の中の基地に引っ込みます。でその代わりに部族の革命軍が、部族の、まあ、覚醒ですねその時は、部族の人たちがアルカイダ退場するんです。でこれで一気にイラク聖戦アルカイダはシューンとなります。でこのシューンとなったイラク聖戦アルカイダはシューンとなったんだけれども、ネタヤシはできてないんですよね。ある者たちは逃げ切って北部のモスルというところに行きました。現在イスラム国の支配下になっています。でこのモスルというのは北部なんですけど、シリア国境が近いんですね。でこのモスルはもう結局そのずっと治安悪い状況になっちゃったんです。当時モスルの人は私にこういうふうに言ってました。ファルージャ・ラマディから追い出された、イラク・アルカイダたちがモスルに来て、モスルは今イラクで一番治安が悪くなったよっていうふうにモスルたちは当時言っていました。で、まあ、一部の人たちはそのモスルに行って暴れた、ドッカンドッカンやる。で一部の人たちは米軍に捕まり、米軍の刑務所イラクにいくつかあるんですが、まあ、有名なのはアブグレーブ刑務所がありますよね。もう一つ有名なのがブーカ刑務所ってあるんですが、まあ、イラク国内の米軍刑務所の中にその一部イラク聖戦アルカイダは入れられるんです。でその中に米軍刑務所に3年ぐらい、まあ、入れられていた中に現在のイスラム国のボスというふうに言われている、アル・バグダーディっていうのがいました。でその他、まあ、イスラム国ってその、まあ、幹部が結構半分以上がイラク人というふうに、まあ、言われているんですけれども、その一番のボスのバグダーディもそうですし、それから幹部の人たちも大体この2004年から2007年ぐらいの間に、アメリカ軍の刑務所に入れられてた人たちと。なので、イスラム国 の、 その幹部の人たちは、まあ、現役の人たちはこういうふうに言っていて、イラクに米軍刑務所が作られなかったらイスラム国は誕生していないというふうに言ってるんですね。でどういうことかというと、要するにそこでイラク聖戦アルカイダの主要メンバーがそこで捕まるんだけれども、その刑務所にいる数年間の間に、まあ、仲良くなるんですね囚人同士が。でさらに仲良くあの、まあ、交流を深め、ここを出たら、もっとうまくやろうぜということで、そこで、まあ、要するにイスラム国の、マスタープランが練られたと。出所したらもう一度やり直したと、仕切り直したというようなことになっていった、そういうことですね。でもう一つ、イスラム国を本気で掃討するためにはどうしても要するに解決しなきゃならない問題があると。で今シリアで、ね、決裂しそうですけど、その対話をね、政府軍と反政府軍とっていう、まあ、ほぼ決裂状態ですけど、実はやっぱりイラクもそれが必要です。で政府軍とそれからデモをやってた人たち、この人たちとの話し合いっていうのが、あのデモをやってる時点で政府、反政府側はいくつもクリアな要求を出してましたから、
それに対してやっぱりあの時のマリキ政権がもっと誠実にそれに向き合い耳を貸すべきだったと思いますね。でそれができなかった。でそれを国際社会は見て知ってたし、国連もそれを知ってたけどそれを後押ししなかった。それがやっぱりこう泥沼にはまっていってしまった一番残念なところというふうに思ってます。でデモの要求は、政府に対して一番の要求は、スンニ派狩りをやめてくれってやつですね。でこれあの映画でなんかこう政府軍がそういうのやってたっていうの出てました？出てないですね、きっと。でちょっとそれだけ、これは、2005年の映像なんですけれども、とてもあの今のイスラム国の要するに勢力拡大の背景にものすごく大きな最大の原因なので、それをちょっとご覧いただきます。これは2005年の5月なんですけれども、バグダッドで地元の人権団体が撮影してきて、ヨルダンにいる私のところに持ってきた映像なんですね。で2005年5月といいますと何があったかというと、イラク新政府発足のための移行政府っていうのができたんです。イラク移行政府ができた2005年5月、その直後ですけれども、バグダッドのイスラム教スンニ派のお坊さんハサン・アル・ニアイミー氏という方ですけれども、その方の家に新しく作られたイラク警察がパトカーで乗りつけて、自宅に乗りつけてハサン氏に手錠をかけて、まあ、連行していくんですね。で行方不明となるんですが、3日目にバグダッドの路上でそのスンニ派のハサン氏の、ご遺体が発見されるんです。でその発見されたご遺体を、彼 の, そのモスク礼拝所に運び込んで検視をして、埋葬のためのお清めがなされるところの映像なんですね。でちょっとまあ、ご遺体の映像で拷問遺体の映像なので、ちょっともう映画でお腹いっぱいだなという方はちょっと無理しないで下向いてても結構です。確認していただきたいのは、鉄製の手錠がついたまま、でそれから、この腹をですね、喉元から下腹部まで一直線に医療縫合の跡があるんですよ。で内臓が取られています。でそれからそのカメラがですね、こう背中側に回って遺体をこう起こしますと、背中に電気ドリルでこう数箇所穴が開けられてるんですね。でさらにカメラがこう頭頂部の方に行きますと、頭部にも2箇所電気ドリルで穴が開けられてるっていうご遺体になってたんですね。でこれはどういうことだということで、まずはその手錠をね、埋葬するためにお清めするにしても手錠を外そうということで今いろいろやってますけども、このことが始まりで、この直後からまあまあすごかったです。2005年から2006年7年、ものすごい数のイスラム教スニ派の人たちがこうなりました。で当時私も自分のメールボックスを開けるたんびに、僕の弟です、僕の父です、私の息子です、いとこですっていうような、まあ同じようなご遺体の写真とか短い映像とかがすごくたくさん送られてきて、本当にメールを開けるのがいつも心臓ドキドキするような、そういう時期がありました。で当時イスラム教のスンニ派の人たち、特にバグダッドでこれがすごかったので、スンニ派狩りって私たち言ってますけども、当時からこういうふうに、まあそのまあ、要するにやめてくれとかね、これはこういう迫害やめてくれとか、そういうのもあったし、これちゃんとメディアに報道してほしいとかね、中にはその葬送行進の中の一つだけその英語で書かれてるバナーがあって、それ何書いてあるかというと、海外メディアどうしてこれを報じてくれないんだって書いてあったりとかね、そういうふうになりますけど、まあ、とにかく当時はすごかったです。で発見される時にはあの割と路上が多くて、路上にこういった腹を裂かれて、まあ、全員が手錠されてるんですけども、大体路上の場合は後ろ手にプラスチックのハンドカフスをされてるんですけども、 山積みにされてる。であるいは、遺体安置所モルグにもう山積みですね。だから当時そのある日突然、夫がいなくなった、息子がいなくなったっていうので、こう親戚が探しに行くのがまず最初に遺体安置所ですね。遺体安置所を渡り歩くみたいな、まあとにかくすごかったです。これがずっとこの2005年から続くんですね。
で、これは誰がやってるかっていうと、新しい警察だったんです。新しい警察、イラク警察。で、これはどうしてそんなことしてるかっていうと、これは新しいイラク政府の内務省というところが、このイラク治安部隊とイラク警察を管轄していて、この内務大臣がそういうことを要するに指揮していたんです。で、これはもう陰謀説でも何でもなくて、これは普通に日本語以外のメディアではこれは普通に、基礎情報として、これはもう誰もが知ってる話です。国連でもどこでも、これ基礎情報ですね。米軍の記者会見見てても、それも基本的なことなんです。だから陰謀説でも何でもないですよ、これ本当のことです。で、その内務省がそれをやってると。で、告発しようとした人、あるいはこれをずっと調べようとした人たちは、まあことごとく殺されました。2003年から6年連続で世界のジャーナリスト、死亡者数が6年連続イラクが1位だったんですよ。で、ほとんどイラク人の、記者とかカメラマンだったんですけど、特に一番多く殺されたのがこの2005年から2007年でした。それからイラク戦争後に第一次難民避難民国内避難民のピークっていうのが第一次が来るんです。それもこの2005年から2007年なんですね。だからその私が今拠点にしているヨルダンなんかにも、この2005年から2007年には大量のイラク難民が入ってきました。で、一時期は70万人からもう100万人に行くのではないかと。で、その当時はシリアで内戦起きてませんでしたから、もう隣国の中でシリアがダントツイラク難民を受け入れてきたんです。一時期シリアには140万人以上のイラク難民がいました。そういったのもあった、私もよくシリアには行ってたんですけれども、そんな風にして第一次難民国内避難民ピークが起きるぐらい、それから、バグダッドにはもう、イスラム教スンニ派名前のオマールというイラク人男性はいなくなったと言われるほど、イスラム教スンニ派の人たちが警察の検問所を通ると行方不明になり殺されて遺体が発見されるということが連日続きました。で、本当に、命を守るためならしょうがないということで、オマルというオマルとかね、マルワンとかね、それからオムランとか、そういうなんていうのスンニ派の名前、これがとにかく名前を名乗っただけでもそういうふうになってしまうので、名前を変えた人がたくさんいました。それから、出身地、例えば、お前どっから来たんだってファルージャって言っただけでも、それだけでもこうなったりしましたから、出身地を偽るためにフェイク ID を作ったという人たちも結構いました。で、最初言うの忘れましたけども、イラクって共存してたし世俗だったから、シーハとスンニアで結婚してる人がめちゃくちゃ多かったんですよ。で、独裁政権時代も、人口の 3,4 割がそういう異なる宗派間で結婚して家族作ってたから、大家族が集まると、こっち側行くとスンニ派だけど、こっちのおばさんたちシーア派で、あっちの人たちはクルド人のスンニ派で、こっちの人たちはああでこうでみたいな、そういう感じがイラクの特徴だったんですよね。で、それが、だん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 、要するにイラク戦争後にそういったもう世俗の共存社会っていうのが、それを仕切ってた独裁政権がなくなったことによって、逆に今度要するに両派の過激派が分断にこう入ってきちゃったっていう感じですね。スンニ派の場合は要するにアルカイダですよね。 IS に今に続く人たちがうわー入ってきました。それはもうさっき言った通りです。で、シーア派の過激派は今言った通り、政府の内務省という形でシーア派の過激派が組み込まれてしまったんですよね。だから警察っていうと、ちょっと日本だとね、警察官にね、こう結構なんていうんですか、いいイメージもあったり、ちょっと大阪わかんないですけど、なんていうんですか、こう基本的にはいいイメージがあったりするけれども、警察の中に過激派が入ってしまった、元暗殺団の人たちが新しい制服をもらって警察官になってしまったっていうのがあるので、この両派の過激派がイラク社会の中に、共存社会の中に入って、この両派の過激派によって、私もずっと見てきましたけども、分断がこう消しかけられていく。どういうふうに消しかけられていくかというと、例えば、スンニ派の過激派の人たちが、例えばこういうふうに言います。何々さんよと、隣の人シーア派だよね、旦那息子最近警察入ったんだって、あれきっとシーア派のスンニ上がりやってる暗殺団のあのグループだよみたいな感じで言われるんですよ。そんなことないわよ、もう何十年もずっと近所でやってきたんだからって最初のうちは言ってるんだけど、
だん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 それを言われてるうちに怖くなってくるんですよ。で最後疑心暗鬼になってきて、どうもっていう会話からだん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 あんまりいろんなこと言わなくなっていくっていうような感じで、どんどん距離が出ていく。なんとなくわかりませんか。そんな感じで今度逆にシーア派の過激派の人たちが、ちょっとちょっとと、お隣さんスニアでしょ、両方とも奥さんも旦那さんもスニアでしょと、息子さん何あれなんじゃないの、アルカイダとかに繋がってる可能性とかないのなんていう話になってくるわけですよ。そんなことないわよ、何十年も近所でやってるんだし、学校だって一緒だったんだしっていうのがだん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 言われていくうちに疑心暗鬼になっていって離れていく。で周りではどこどこでこういうことがあったって、またスニアの男の子たちが何十人も殺されたって、どこどこの旦那さんいなくなったんだって、どこどこで爆弾事件があって車両爆弾で死んだんだって、何々さんちの息子さん死んだんだって、でだん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 そういうのがなってきて自分のところにも来るんじゃないかということで、そこに過激派はダメ押しします。こちらに来なさいと、我々が守っている地区に来た方が安全ですよというふうに言われていきました。言われていきました。で実際その後にこのどうなっていくかというと、うちは私がシーア派だけども旦那はスンニ派なんですと、だけれども、スンニ派旦那のことで脅迫をされましたとか、でその逆のパターンですね。ある時車に乗ろうと思ったらそのワイパーのところに脅迫状が挟んであってね、3日以内にこの国から出ていくか、もしくは 離婚しろと、でシーア派はシーア派と結婚しろという意味なんですけども、まあ、そういうことを言われて、やむなく安全上の理由で離婚したことにしたっていう人たちいっぱいいましたね。あるいはそれで難民となってヨルダンに流れてきたっていう人たちたくさんいました。でそれが2005年です。だからイラク人はよく言ってたのは、この宗派対立って何、どういうこと、誰がこれをやってるのっていう感じが最初でした。最初はそういう感じでした。ところがこれ2005年ですよね。今の話どん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 だって10年経って今ちょっとどういう状況かというと、もうすっかりその疑心暗鬼はイスラム国の登場と、まあ、時同じぐらいからもう完全にそれぞれの個々人の中に宗派感情が完全に根付いてしまいました。どういうことかというと、例えばこうです。ファルージャでさっき言いましたけども、アパッチヘリの空爆が始まったと、こうなります。でどん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 イラク軍、陸上部隊も空軍もこうファルージャに攻め込みます。兵士が必要です、イラク軍は。でこの時にどういうふうにしたかというと、主にシーア派の民兵を入れたり、主にシーア派の家庭の息子さんたちが徴兵されたり志願されたりで入ってきてます。ところがファルージャで結構な戦闘がありますから、イラク軍兵士も大量に戦死しました。で戦死した兵士の亡骸が南部のシーア派の町とかいろんなところにこう兵士が遺体で帰ってきます。そして軍人遺族は悲しみに暮れこう言うんです。うちの息子は何のために死んだのか、もうファルージャの人たちを一切許せない、ファルージャを殲滅してってことになっちゃうんですよ。なっちゃったんですね。このなんかこうなんていうんですかね、その人々の間にあれだけ宗派対立はないんだというふうについこの前まで言ってた人たちが、こうも環境が変わってしまい、どこのテレビを見ても、世界のテレビを見ても、イラクの何十チャンネルある、国営テレビの他に何十チャンネルってあるんですけども、要するに IS が残酷だ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 、でそれが活動しているのがファルージャだ、ラマディだ、アンバルどこだどこだどこだって言ってると、もう本当にそれをテレビだけ見てる軍人の家族の人たちは、息子はこんなところに行ってこんなことでこんな風にして殺されたのかということで、まあ、テレビで言ってるファルージャの人たちに対する、要するにファルージャに対する恨みを持ってしまうってことですよね。それが本当に残念なことに私の周りにも結構ありました。残念なことに、だから本当に私去年一昨年ぐらいまで、まあ、去年ぐらいまでは宗派対立はありませんと、これは完全に政治的に一部の人たちが、一部の過激派が分断を図っているんだと、一番それに被害になっているのはイラクの一般の市民だと、シーア派もスニア派も関係ないというふうに言ってきましたが、あまりにもそれが時間が経ちすぎて、それがそれ一人一人の間に宗派感情としてそれが根付き始めちゃった。それの一番大きな影響としてはやっぱテレビが大きいですね。テレビが大きいっていうようなことで今に至るんですけれども、
で、そういったその1回その何ですか、ね、宗派主義、私はスンニ派だ、私はシーア派だというような感情を強く持った時に、次にどういう感情が出るかというと、まあ排斥感情ですね。自分がスンニ派だとしたらシーア派は許せんとか、シーア派が劣っているとか、まあ、要するに差別になっていく。で、要するにヘイトスピーチになっていく。まあイラクでのヘイトスピーチの横行ぶりったらすごかったです。もうテレビを見ていてもヘイトスピーチが垂れ流し状態両派ですよ。本当にこれもう一瞬、私ルワンダの土族と仏族、あのパン屋が肉屋をなたで殺したみたいな、ああいう状況を本当彷彿させるような、ものすごく興奮したヘイトスピーチがテレビで両派流してる時期が一時ありまして、非常にこれはまずいぞっていう時期がありました。で、今本当に今まずい状況になっていて、でそういったその自分の要するにアイデンティティを要するに知るというのはいいことなんだけれども、要するに自分が、要するに周りより優れているんだみたいなね、先民思想につながってしまいがちなんですね。そういう究極な状況に置かれていった時に、でそれは私たちはどこの国の人間も、まあ、少なからず一度や二度は経験しているようなことで、これは現代社会においても今の日本においてもそういった僕たち日本人はとか、そんなことはしませんとかね、中にはああいうアイシスみたいな IS のやってることを見て、なんでこんなことできるんだ人間じゃない、いや私も思うんですよ、こんな恐ろしいこと。でもそれと同じかそれ以上にすごいことをどこもやってますからね。米軍もやってます、あれと同じことやってるし、イラク軍もやってるし、もうシリアだってそうですし、でもその人たち米軍一つと米軍兵士一つとっても、要するに武装勢力の人たちも生まれた時からそういうモンスターではないことは間違いないんですよ、ね、でちょっと自分たちの歴史を振り返っても、日本にもそういう歴史はあるし、いろんなその宗教絡みで、まあ、一向一揆なんかもそうですけれども、そういった歴史を私たちもないわけじゃないし、だから私は必ず米軍の残虐な、要するに囚人を拷問して傷だらけにして殺してしまって、それでにっこり写真撮ってみたいな、なんてひどいことをするんだろう米兵って、って思いながら、なんてイラク政府ってひどいことするんだろう、なんて IS ってひどいことするんだろうって思いながら、聞き取りする手が震えながら、背筋がザワッとしながら、時々その人が泣いて通訳も泣いて私ももらい泣きしてみたいなことを繰り返しながら、はぁって一人になった時に必ずやることがあります。それは自分にもその可能性があるというふうに意識的に思うようにしてます。もし私がもう最低、イラク人って本当に人間じゃない、本当最悪、米軍って最低で、それで終わってしまったら、自分だけが選ばれた素晴らしい人間だ、自分だけが選ばれた日本人っていう素晴らしい人間なんだって思うことが、実は一番危険なんじゃないかなっていうふうに私イラク戦争でいつも思ってるんですよ。たまたま私たちはそういう環境に置かれてないだけであって、そういう可能性がないと思ってしまう。信じられないと思いますよ、思ってるけれども、私もそういう環境に置かれたことがないから。だけれども周りでそういう人たちを見ていて、本当に怒りっていうのはどんだけ人を動かしていって、どんだけ人を狂わせるかっていうのもイラクでも見ました、たくさん。でそういった人たちの怒りも散々浴びました。でこの人たちは武器持たなくても、この怒りの感情だけで人を殺してしまうんではないかと思うぐらいの激しい怒りというのも経験しました。だからそういった激しい憎悪とか怒りとか、そういったものが人間を変貌させてしまう可能性、それを常に忘れないようにしておこう、そういうふうに私は思うようにしています。で、まあ、急転直下、2013年は復興元年だったのに、いきなり2014年最悪になりました。で2014年は本当最悪で、まず IS に対して、まあ、ファルージャの、まあ、教師なんですけど、あいつらは人間じゃないと、あいつらはイスラム教徒じゃないと、一緒にしてくれるなみたいなことをイスラム国に対して文句言ってたら、イスラム国に捕まって首切られました。もう本当にびっくりしました。本当にショックでした。でもそれと同時にずっと空爆も続いてまして、空爆もすごかったんですね。で空爆はどこに主にやられたかというと、例えばこれさっきの、ファルージャ
総合病院、映画で出てきた、病院ですけども、ここは2014年だけでも、まあ、私がカウントしてるだけでも29回、私がカウントしてるだけで29回、病院が空爆されてった。でこれは、ファルージャの病院スタッフが、なお子これを見てくれと、これがファルージャ総合病院の ER 救命救急に撃ち込まれたミサイルの破片であると、これはアメリカから、送られてきたヘルファイアインミサイルだろうというふうに言ってきました。まあ、ヘルファイアミサイルってこうね、Google すると、まあ、こういうの似たようなのいっぱい出てきます、画像とかで。ということで、まあ、日本ではその、まあ、ちょっと話飛びますけれども、武器輸出三原則緩和で、これ経済ニュースとしてね、ニュースが流れたりしますけれども、爆弾を落とされる側っていうのはここまで見てますね。これはメイドインジャパンだろうと、あ、メイドインアメリカだろうというふうに私にこの人は送ってきたんですが、やっぱりこれはどこ製だ、ロシア製だ、イラン製だ、フランス製だ、ドイツ製だっていうふうなことを落とされた側で、そこで血を見た人たちはそれをすごく気にしているというところがあります。ですから、まあ、この時に2014年に、まあ、向こうでこのね情報をもらいながら、それからイラクのテレビ局を見てますと、国営放送では例えば2014年の3月にバグダッドでそのアンバール攻撃、対テロ戦をやるために武器の見本市が開かれたんですよ。武器見本市バグダッドで、3月、その時に9カ国10何社かな来たんですよ。でそれ国営放送、イラク国営放送でやってたらニュースで流れたんですよ。じゃあ米軍兵士、女性兵士がこうインタビューに答えていて、でその、まあ、機関銃だの地雷だの戦闘機の模型だのいろいろ並んで展示場が映って、でその向こう側にこうネクタイしたアジア顔のおじさんがね、ビジネスマンが、まあ、イラク軍の、まあ、オフィサーかなんかにこう説明してるんですよ。まあ、武器の性能とかね、効果とかいろいろ喋ってるじゃないですか。殺傷力がどのぐらいか、どう喋ってるか分かんないけど、まあ、そういうのが映ってました。でまあ、その時は日本は武器輸出三原則が緩和されていないので、そのビジネスマンはまあ日本人ではないと思うんですが、毎年3月やってますね。今年もやりました、3月に。去年も一昨年もやりましたけど、だんだん増えていってますね。参加国と参加企業が増えていってます。で、国営放送で武器見本市をやるんだけれども、別の民放チャンネル、イラクを、まあ、何十チャンネルもあるけど、こう見ていくと、例えばファルージャの、テレビ、ローカルテレビなんかは、要するにこういう今写真で写ったような、今日ファルージャ総合病院にあれしましたって言ってテレビでこう出て、空爆しないでくださいっていうふうに訴えてるのが、まあ、映画に出てくるような人たちだったりするんですよ。やめてくださいとかドクターとか言ってたり、それからその、まあ、要するになんちゅうのアドミニストレーションの、まあ、受付のね、まあ、部長、人事部長みたいな人たちがテレビに出て訴えてるわけですよ。そして、まあ、インド人の看護師たちが何十人もいて、でその、まあ、バングラとかいろんなところからもこう医療スタッフとかいっぱい来てるんですけども、その人たちも要するに怪我したとか、頭に重傷を負ったとか、足に怪我したとか、それから一人、看護師が死にましたとか、でこの救命救急にドーンになった時にも患者一人と医療スタッフ一人死んでるんですよ。まあ、そういうような状況が、まあ、国営放送で武器見本市でも同じ時間に別のチャンネルやると、こうそれで殺されたみたいな話、武器で殺されたみたいな話をやってたりするっていうね。だからもう映画の中に映ってた病院はボロッボロです。ボロッボロボロッボロプラス、現在ファルージャは未だに IS 支配下になり、もうがんじがらめ状態ですね。もう IS も結局もう民間人を今度逆にわざわざ人間の盾として置いてます。でも一切出しません。逃げたくても逃げさせてもらえません。でファルージャ今どういう状況かというと、一切出させてもらえない上に、その周りをさらにイラク軍が囲んでるんですね。で物流が止まっちゃいました。で入れてくれないっていうねのがあって、で餓死者が出るっていうような状況になって、で本当に IC 国際、赤十字とか国連とか、もういろんなところが交渉に行ったり、人道支援物資だけを通させてくれとか、いろんなことをやったりとかしてますけども、医療機関に、もう医療機関ほとんど人がいないし機能できないんですよね。何十回も空爆受けちゃったから、まあ、電気室とかボイラー室もやられちゃいましたから、もうそんなような状況で、また医薬品も医療品も入ってこないので、病院に行ってもほとんど何もできないような状況だと。で医者もゼロではないんだけども、数人いるんだけれども、この状況で何ができるかっていうような状況なんですね。ですから
慢性疾患を持っている、お年寄りもそうですけれども、赤ちゃんとか、それから難病の子たち、で私がその関わってきた患者さんも、この避難民になっている間に、テント生活をしている中で死んじゃったっていうのも、一件ではないですね。医療にアクセスできないままに死んでしまったっていうようなパターンも結構あると。でつい先日ファルージャはその、母子心中事件っていうのがありまして、でこれが、要するに川にね、26歳の若いお母さんが身投げしたんです。でその時に、ちっちゃい、幼稚園児ぐらいのね、年少さんと年長さんぐらいの娘と息子、自分の体に紐つけて、で岩、石、大きい石にも紐つけてユーフラテス川に飛び込んだんですよ。でそのご遺体を上げた時の映像を、母子が、心中しましたと、飢餓でもう食わせられないと、養っていけないということで、死にましたっていうのが、送られてきたんですよ。で写真と、でこれに関してはかなり詳しい報道もその後出るようになりましたけれども、この26歳の女性の旦那さんが昔は要するにイラク政府の警察にいたんですね。でこれ公務員ですから、ファルージャの中でその、スンニ派狩りをするといっても、ファルージャで、採用された、ファルージャの警察官がファルージャのスンニ派を殺すってことはなかったので、地元では地元の人がなった警察官はとりあえずは信頼はされていたわけですよ。なんだけれども IS に支配されて2014年以降、イラク政府に要するに公務員になってた人たちは回収せよと言われる。つまり、イラク政府のに仕えてた者たちは不信任者だと、だから処刑もしくはもう改めてイスラム教徒になり直せっていうことが言われるんです。それで、処刑された人たちもたくさんいるんだけれども、この母子心中した26歳の女性の旦那さんも警察官だったっていうことで殺されちゃうんですよ。で、子供2人抱えて残っちゃうんだけれども、その旦那さんの兄弟たちはどうしたかというと、恐怖に震え上がり、お前この人たちは旦那の 兄弟たちは IS に入っちゃったんですよ。 IS に入っちゃったんですよ。ここの心情わかりますか。でとにかく恐怖支配しますから、玄関の前で人ん家の前で処刑とかすっごいやるんですよね。でそのまま遺体とかがしばらく放置されたりします。でそれを、遺体を避けてほしいと、埋葬してほしいっていうふうに言うと、もう一度それを言ったらお前がこうなるからなって言われるんですね、みんな。そういうような恐怖支配がありますから、もう本当に家から出られませんみたいなことを結構言ってますけども、結局、イラク警察官という公務員をやってたという理由で IS に殺された人の兄弟たちはその恐怖に負けて IS に逆に入っちゃったっていうね、そういうようなこともありました。いずれにしてもその恐怖と飢餓とっていうような状況でファルージャ今最悪ですね。モスルも今同じような状況になってます。その IS 支配下にいる人たちは、モスルだけでも百何十万人いますから、すさまじい状況になってます。で中にはもう未亡人なんかがもう子供たちに、食わせたいんだけれど、食べさせたいんだけれども、モスル市内に IS 参加の町に入ってくる食べ物って通常の30倍くらいするんですよ、値段が。でとても庶民に手が出ないっていう。でさらに給料を払う銀行が IS に抑えられていますから、中央政府が給料を止めちゃってるんですよね。だから本当に生き延びるために IS に協力、 IS の許可をもらう、商売の許可をもらう、出してもらえないからここで生きていくためには IS の許可をもらう、 IS の ID をもらう、そうやって、商売をするみたいなことしかできないって言ってました。でこれがいつ終わるか知れませんと。でこれをどうにかするためにはこのスンニ派狩りをどうにかしなきゃいけないんですね。というのはこの2005年に始まったイラク政府によるスンニ派への迫害っていうのがずっと現在も続いていて、イスラム国相当しますよって世界的には言ってるんだけれども、その名のもとにやってることがスンニ派狩りのエスカレートしたやつだったんですよ。でこれ去年あたりこれ米軍にバレましてね、米軍とかヒューマンライツウォッチとかアムネスティとかいろんなところにバレまして、やっぱりやってるって、ね、
イラク軍とシーア派民兵は対テロとか言って対 IS だとか言っとって、もう俺たちがみんなの代わりに、世界の代わりに、私たちがこの最悪のテロリストと対面して対峙して対峙してるんだって言ってる、言ってながら実際はスンニ派狩りをやっているっていうことがバレたんですよ。だからこれをなんとかしないと IS はなくならないし、 IS にやむなく加担してしまう人たちも止められないし、っていうような根本的にこれをなんとかしなきゃいけないっていう。だからまず多くの人たちにこういう事情がイラクにはあるんですっていうことをまず知ってもらわなきゃいけないということで、日々こういう話をしてたりするんです。だからもし IS を、もうここまでいったら本当にモンスターだから空爆するしかないっしょっていうふうに、まあ、おっしゃるのも分かるんですけど、まあ、そういった意見もあるし、あるいは逆に空爆はダメでしょうっていう人たちもあるんですよ。で、私は本当に2014年本当に悔しくて悔しくてっていうことがね、何回もあったんですよ。2014年にね、結局そうやって簡単にファルージャに旗を立てて、あっちこっちに旗を立てて、おお、そうかそうかって言って、未亡人や孤児たちのお金出して、俺たちが何か敵取ってやるからなって言ってのさばっていって、でその半年後の2014年の6月にはモスル、200万都市のモスルをバッて取っちゃったんですね。イスラム国、イラク第二の都市モスルを占拠ってあったじゃないですか、2014年6月。その時はモスルの人たちは、モスルの人たちもスンニ派狩りで検問所で苦しんでたから、イスラム国の人たちがシーア派の過激派のイラク政府から皆さん守りに来ましたよ、助けに来ましたよって言ったら、嘘本当って言って一瞬喜んだんですよ、モスルの人。あ、やっと助かった、十何年ぶりに自由になったって言って、イスラム国の人たちはその検問所とかもうコンクリートブロックとか、もうモスルの人たち、子供たちにとってもそこを通るのは、バグダッドから送られてきたシーア派の警察官とかがもうボコボコにしてましたから。で、私もあの2014年の2月まで私モスルにいましたから、その検問所のひどさっていうのは本当よく分かってんです。本当にバカみたいにいっぱいあって、どれだけ市民の人たちがその検問所を怖がってたってよく分かるんですよ。で、医者たちはそういう不審な拷問遺体を検視しちゃいけないっていう通達も出されてたんですよ。そういう状況にあったから、イスラム国が、あ、皆さん助けに来ましたよって時に、ね、あ、本当マジよかったって一瞬になりました。でも安堵したのは1ヶ月だけで、1ヶ月後に何が起きたかというと、はいはい皆さん、はい、これよく読んでねって言って、イスラム法の、手引きと言って勝手な解釈をしたイスラム国の手引きが加われて、女性の人たちはみんな真っ黒になって、なって女性の職業は教師か医者、それ以外は認めませんと、そういう風になったんですよ。で、どん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 おかしくなっていって、まあ義勇詩人の像からもうモスクからどん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 ぶっ壊していきました。で、その、次に何をやったかというと、2014年8月3日6日何が起きたか、大虐殺が起きました。何が起きたか、まずキリスト教徒の町モスルから数十キロ離れたところです、クルド人自治区にも本当に近いところですけども、カラッコシという町にキリスト教徒の町がありますから、そこに IS が行って回収しろと、嫌ですって言ったら、パン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 何百人首切られました。もうキリスト教徒泡食って逃げてきました。で、その3日後、今度ヤジディ教徒、これは今度モスルから今度ちょっと西の方なんですけど、シリア国境に近いところです、シンジャルっていうヤジディ教徒の町。今日の皆さんのお手元に私が抱っこしてる赤ちゃんいるじゃないですか、ここにおでこになんか飾りつけてる、あの子がヤジディ教徒の赤ちゃんなんですけども、そのヤジディ教徒の、シンジャルという町にイスラム国が行って回収を迫るんです。回収嫌ですよって言ったら、また何百人がパパパーンと首切られました。で、ヤジディ教徒はもう一目散に逃げて、シリア国境に歩いて走って逃げて、でそこから今度トルコに逃げて、でトルコ周りで今度イラクのクルド人自治区に入ってきて、で私はこのクルド人自治区でキリスト教徒ものすごい数ですよ、アルビルのもうあるキリスト教の地区なんて、もう道路から公園からもう教会の空き地からテントと野宿だらけ、もう本当に短期間のうちに30万人ぐらい来たんですよ、キリスト教徒が。で、今度北部のドホークっていうところに行ったら、もう本当に道もあっちこっちの道、それから建設途中の現場とかもう人だらけ、ヤジディ教徒です、これも何十万って言いました。で、この赤ちゃんはその逃げ遅れたヤジディ教徒が自分の町の郊外、シンジャルの町の郊外に山があって、シンジャル山って山があって、そこに3万人ぐらいがこう逃げたんですよ、山の上に。で、
もうそこでもう待てど暮らせど助けは来ないし、でそのもう8月ですから気温はもう50度ですよ、暑いの。だけど山はハゲ山だし、木陰はないし、水はない、食べ物はないで、もう脱水で人はもう具合悪くなるし、死者は出るしみたいな。で私もこれもうニュース見てても数十キロ先の話だから行きたいんだけども行けないんですよ。で山の周りにも IS がいるわけですよ、基地を置いてるわけですよ。これどうなっちゃうの、もう座ってテレビ見てられないんですよ、これどうなっちゃうの。で国連も大変だ大変だって言ってるんですよ。もうこれもう海外メディア、アルジャジーラ、ABC、CNN、FOX、もうありとあらゆるメディアがずっとやってるんですよ、それ。やばいやばい。で、今度、どういう映像が出てきたかというと、バグダッドでヤジディ教徒の女性の国会議員が絶叫してるんですよ、議場の端っこで。ヤジディ教徒が全滅します、助けてくださいって言って、うわーって泣き崩れるんですよ。崩れ落ちる。でこれがもうやっぱり CNN で FOX アルジャジーラだと BBC だとずっと報じてるわけですよ。でそれはもうどうなっちゃうんだよどうなっちゃうんだよってみんなもうやきもきしてるんですよ。その3日後にオバマが空爆しますって言って8月9日に空爆を開始してこのシンジャル山の周りの IS を攻撃したんです。そしてイラク政府軍イギリス軍とかが代わり番号でヘリコプターで行って食料物資を落としてで数十人ずつ救出してみたいなことが、まあ、テレビでやってましたけど、まあ、この辺りは日本でも流れたかどうか分かりませんけど、まあ、でもこの話は本当に世界でも重大事件だったんだけれどもあまりにも日本で扱いがほぼなかったような状況だったので私はびっくりしました。だからこれも緊急支援でヤジディ教徒とキリスト教徒でもうてんてこまいしてああもうこれは早く日本で協力してくれるサポーターだけじゃなくてもう日本の皆さんにこれ伝えなくちゃってとんでもないことになってるぞとイラク戦争でこんなところまでモンスターがこんなひどいことをするモンスターを作ってしまってでこの空爆に至った経緯とか、どういう状況で日本では話されてるんだろうなと思ったらまず帰ってきてオバマはけしからんですねって言われてえっと思ったらまたイラク攻撃しましたねって言われたからですねイラクではオバマの空爆を米軍の空爆を心待ちにしている人たちがたくさんいましたって言ったらえなんでですかって言われたんですよ。いやヤジディ教徒の問題とかキリスト教徒の問題とかそれからファルージャでもすごいもうイラク軍の攻撃が終わらなくってもうあんなに反米感情があってもう拷問されて虐待されて身内を殺されて総攻撃受けてとんでもない仕打ちを受けてきたファルージャの人たちまで私にもう米軍しか止める人はいないよと米軍の占領時代に戻った方がいい米軍しかイスラム国もイラク政府も止められないともう米軍待望論ですよ。でキリスト教のシスターなんかもう恐ろしくて恐怖でまだ震えてるんですよ数日経ってもでもうあのイスラム国あの人たちを何とかして誰でもいいからお願いみたいな私たちも帰れないって言ってるんですよ。そのぐらいもう人々はこうやって震えた状態になってるしだけどある人はこういうふうに言いましたね。米軍が空爆するとそれで有志連合が空爆が始まるじゃないですか。今現在もやってるんですよ。問題も2万5000発3万発ぐらいやってるかなイラクとシリア両方ですごい毎日やってますけどアメリカが空爆するとなんで国際社会は騒ぐの。それの何十倍もイラク政府は空爆してるのにどうして国際社会は何も言ってくれないの。どうして同じ残虐なことをしてるのに騒いでくれないのって言われるんですよ。でこの話をすると知らなかったっておっしゃるわけです。知らなかったらそれは何もできないですよ。それはしょうがないですよ。知らなかったらそれはしょうがないです。いや知らないんだよ言うしかないんですよ。イラク人これ報道されてないからさ。でイラク人は何で報道してくれないの。どうしてアメリカがやるとニュースになって同じことをイラク政府がやってるのにどうしてニュースにしてくれないの。シリア政府と同じことイラク政府だってやってるじゃないってこうなるわけですよね。まあ国際社会全般がやっぱりその知ってたのに何もしなかったあるいは全然そういう報道を目にしてこなかったっていう、まあ、国際社会の責任はすごく大きいと思います。ただ日本に関して言えばとにかく国際ニュースに関しては冒頭で申し上げた通りあまりにもニュースが少ない、まあ、いろんな国ありますけど24時間ニュースチャンネルがないっていうね
非常に珍しい国だと思います。そういうあの朝の、ね、7時と夜の10時が11時にならないとニュース番組がないっていうね、非常に変わった国だと思います。で、24時間のインターネットなんとかっていうインターネット、テレビができたっていうアベマっていうのができたっていうからどれどれと思って見たんだけども、これかと思って全然、うん、ちょっとがっかりしましたけど、いやもう本当にそのぐらいあの日本と日本の外とのつながりっていうのが断たれてる鎖国状態だと思います。でもう一個ちょっとあの、まあ、時間ももう5時になりましたけど、これはちょっと見てもらった方がいいと思うので、これはあの、さっきもあの映画で出てきたと思いますけど、伊藤さんたちのクルーが撮ってくれたあれですけど、ファルージャ母子病院ですね。森岡先生がいて、で後ろを歩いてくるのが私です。これ私ですね。でこの、まあ、建物の感じちょっと覚えておいてください。でこれ2013年の10月 でこのファルージャ母子病院っていうのはあの2003年の頃私が通ってた病院なんです。旧総合病院、これを新総合病院、あの映画ファルージャの舞台になったあの病院、これも 2キロぐらいしか離れてないんですよ。川向こうって感じなんですけど、新築した病院がね、新総合病院ができて、この旧総合病院をずっとこう閉まってたんですけど、日本の ODA を入れて改築して、新母子病院としてオープンしたばっかりですね、2013年10月に。で最後の方はこう10月の後半ぐらいにはここにも行って、いろんな話をね、患者さんの話聞いたりとかしたんですけど、この病院が去年の8月13日に空爆されます。ファルージャです。これ病院の中ですけど、これさっき私が歩いてたところですね。せっかく ODA で綺麗にしたばっかりで、まだ1年ちょっとしか経ってないんですけど、医療機器の音がピーピー、まあ、2015年8月、今日、飛行機が3機飛んできて、空爆していったと。で、新生児も含めて母子22人が死んだっていうようなことを言ってます。でまあ、ご遺体ですね、まあ、22人死んだっていうことで、ほとんど何て言うんですか、赤ちゃんとかで、これが映画ファルージャ出てきた病院ですね。でこっちもまあ弾痕がちょっと映ってますけど、これはもう新総合病院の方ですね。でここにその母子病院の被害者とかが運ばれてきたと、ご遺体の方ですね。これはですね、2015年の8月13日にこれがドーンドーンドーンってなって死んだよと。でそのこの実は映像の他に携帯スマホで撮った短い映像とかが何本か私のところに、まあ、知り合いのスタッフから今日病院がこうなったんだって言って何本か送られてきたんですよ。で日本の病院がやられたぞっていうふうに言われたから、って都市病院日本の ODA のって言ったら、そうそうってなったんですよ。でだから日本の人たちに知ってもらいたくてっていうふうに言ってきたんですけど、バーって調べたら、海外メディアは出てました。海外メディアは報道してました。ファルージャ母子病院がイラク軍のエアフォースの空爆を受けて、母子22人が死んだ、負傷者が何十人いるっていうのはいくつかの海外メディア出てた。で、まあ、この映像も含めて、これはちょっとマークがついてるのがね、イスラム国マークだから、これだけじゃなくて他のその生の映像、携帯で撮った友人の映像も含めて、まあ、日本のマスコミの、まあ、某大手テレビ局の人にも送ったんだけれども、でそのテレビ局の人はイラクの保健省に事実関係も確認して間違いなかったみたいですねというふうにお返事もくださった。でも報道には至らなかった、うん、でも
ね、ODA で作った病院だし、作ったというか改築した病院だし、日本に関係あることだから、まあ、毎度最近はこれを皆さんにお伝えしてますけど、なかなかこういうことも報道にならないんですよね。だからなかなかその安保法制でやってる時にも私いつも思うんですけど、すごくなんかこう日本の人たちが思ってる日本の姿とね、それから特にイラクから見ている日本の姿っていうのがすごくこうギャップがあって、時々うんっていうなんか違うんだよなっていうのがすごくあるんですよ。でちょっとやばい、もう5時過ぎちゃう。1個だけちょっとお見せしていいですか。これは中国軍じゃないですよ、日本の自衛隊さんですよ。でこれは、2013年に何度も何度も繰り返し再放送になっていったドキュメンタリーで、日本のドキュメンタリーなんです。タイトルが、平和主義者の戦争っていうタイトルです。でこれが2013年ぐらいに何度も何度も報道されることがあって、でたまたまアルジャジーラを入れるとこれにこう結構ぶち当たることがあって、もういいわっちゅうぐらい放送されてたんですよ。で、まあ、24時間テレビニュースチャンネルですから、ニュースかドキュメンタリーかっていう感じだから、まあ、たまたまなんですけども、こんな風にして、で当時これをね、いやこんなの今やってるんだよねっていう風に日本の方に見せると、え、何これっていうような感じで、え、中国軍じゃないの、何これって結構日本の人たちの方がなんかこうあんまり知らなかったりするみたいですね。で私は自衛隊の町なので、ちっちゃい頃からこういうところで、まあ、育ってきてますから全然びっくりはしないんですけど、意外と東京の人たちなんかは、え、これ何これって言ってびっくりするんですよ。でもやっぱり中東の中でもこと、やっぱりイラクは実際に自分たちの土地のところに武装した日本人が来たっていうのは、あの時の衝撃がすごかったですからね。やっぱりあの時からやっぱ見方は変わったっていうのはこれ間違いなくあります。でこれが今始まったことじゃないっていうことだけはもう一度最後に、まあ、お伝えして今日は終わりにしようかなと思います。またこの後雨宮さんとやります。よろしくありがとうございました。